ほとんど肉眼ではフォーカス難しいんですけども、ちゃんとここに顔認識でフォーカスが来てました。こんばんは。こんばんはじゃなくてこんにちはかな。もう今8時前なんですけど、こんばんはですね。今ですね、いつものポジションに Z280 をつけて顔認識をさせてるんですけど、どうですかねこれ。片目だとちょっとこう鈍りますね。両目だと多分ね、これ顔じゃないです。顔ですね。どれぐらいまで大丈夫かな。こうやって、ここで、この辺に来ますね。ここで分かりますね。なんか、ターゲット、捕まえられたっていう感じです。この辺にグーッと出てきてもフォーカスは合っちゃうんですよね。グーッと来ても今ですね、60分の1ですね。シャッタースピードは固定して、ゲインも0デシベルにして、ちょうど F がですね 2.8、 これはオートで今、ちょうど、ね、F が 2.8 になってます。で、ワイドターンで撮ってます。いつもこのレンズ18から55っていうのの、まあ、ほぼほぼワイドターンに近いところで使ってるんですけども、だいたい一緒ぐらいかな、角度はね。画角はいつもワイドターンからちょっと狭めたぐらいで、この両端のこの壁が入ってこないところで撮ってるんですけど、ちょっと広い感じがしますね。これ35mm 換算で、30.7mm かなだったと思うんですけどね。それよりちょっと広い感じがします。で今日は、この室内で、まあ、感度がどれぐらいいいかっていうことをちょっとテストしてみたいんですけどね。今上のダウンライトとか蛍光灯もつけてるので、これをまずちょっと消してみます。で今この正面からのビデオのライトだけにしたんですけど、ここで F が 2.2 になりました。でもローライトっていうのは出てないので、特に光量が不足してるということではないですね。暗いところから明るいところまでの感じがどうですかね。ダイナミックレンジ意外といいんじゃないですかこれ。いろんなテストがあると思うんですけど、ね、ダイナミックレンジ結局は明るいところから暗いところまでの階調がこう滑らかになっていることと、それから特に暗い部分がものすごくこう黒つぶれしてしまってる絵というのがやっぱり良くないと思うんですよ。特にドキュメンタリー系のものはなるべくこう自然に映ってた方がいいと思うので、明るいところは綺麗だけど暗部がもう黒く潰れている、まあ、デジタル一眼の絵とかそういうふうになりやすいと思うんですけども、まあ、そういうふうになりにくいっていうのがいいですよね。このカメラはおそらくそれになってないと。時計がある方はもう今照明を落としているのでかなり向こうは暗くなってるんですけど、それでもまあうっすらとディテールが出てると思うんですね。でこの辺の明るさは、今 F2.2 でキープしているということで、意外とまあいいというか、これ本来このカメラの今性能が出てるような気がします。
照明をちょっと戻してみました。蛍光灯は消して、ダウンライトとそれからこの前からのビデオの照明だけです。それで今日はですね、この取説を見て、ちょっと気になったところをテストしたいと思います。まずこのカメラのフランジバックのですね、自動調整というのができるんですね。これ多分今までになかった機能で、フジドンの業務用のレンズとか放送用のレンズはここでフランジバックの調節が手動でできるようになってるんですけども、これ普通のスチル用のカメラはできないんですね。なので、望遠側とワイド側でフォーカスがずれてしまうということがあるんです。それでこういうカメラの場合は、ハンドヘルドカメラの場合は出荷段階でフランジバックの調整をして出荷されていると。でレンズは交換しないので、ずっとずれないはずなんですが、ずれることがあるんでしょうね。自動調節ができるようになってます。私も以前使ってたカメラで、Z1J とかかなり昔のカメラですけども、やっぱり一体型のカメラでフランジバックがずれた経験はあります。なのでこういう機能があるとすごくいいなと思ってたんですけど、自動調節ができると。でレンズバウンドの取り付けと撮像素子の面までの距離、これフランジバックというんですけども、これを自動調節しますと。レンズズームの広角側と望遠側でフォーカスが正しく合わない場合に実施します。 4K の場合はフォーカス合わせるのが非常にシビアになってくるので、これをやっておいた方がいいと思いますね。どういうふうにするかというと、まず電源スイッチをオンにする。今もうすでにオンになっています。コンバージョンレンズのが装着されている場合は取り外します。今何も装着していません。通常の撮影モード、これ通常の撮影モードになっていると思うんです。で LCD ビューファーメニューのマーカーページでセッティングをオンにするか、センターマーカーをオフ以外に設定します。LCD ビューファーのメニューからマーカーを選びます。クリックしてマーカーありましたね。マーカーを選んでセッティングをオンにするか、オンになってますね。オフ以外に1番にしておきましょうか。こういうやつが出るんですね。1番、2番、3番、4番。これ出しといた方がいいってことですね。十字が出ると。はい。スターマーカーを表示すると。フランジバック調節チャートのはっきりした台から3メートル離れた位置で、適正な画像が得られるように照明を当てる。今正面にちょうどあるんですけどね。ちょっとメニューを消します。ズームを望遠にしてフランジバックチャートのなどの被写体に中心を合わせて、そうかそうか、これレックしてたらあかんかったんや。そう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 、そういうことですわ。だからレック止めてたらいけんねん。そうなんや。オートフランジバックアジャスト。レッツゴーですわ、これ。OK。これ、いけ。お、なんか頑張ってます。ワイド側でも合うんかいな、これ。相当頑張らんとあかんのちゃうかな、これ。引いたところで。お、急になんか、お、OK 出ましたね。やった。OK です。なんかアジャストできたみたいですね。最初にスタートしなかったのは、カメラの方もレックを入れてたんで、
でスタートしなかったんですけども、スタンバイ状態にしたら始まりました。当たり前ですよね、このなんかオートフランジバックチャート調整、フランジバックの自動調整、これなかなか良かったですね。まあ、こういうこれとかブラックバランスの調整とかをねたまにやった方がいいというふうに聞きますけれど、はい、こういう機能がつきました。それからですね、これ S by S カードで今撮ってるんですけども、4K 以外でプロキシが撮れるようになってます。でプロキシはですね、MPEG4 で SD カードにも記録できて、MAX1920 まで記録できるんですけど、1920でと、プロキシを作る場合は、24P でしかプログレッシブはできないと、それ以外はインターレスになるということになってます。だからと、プログレッシブで取れ、プロキシを残したければ 720p にしてくださいということですね。で不思議な機能がありましたですね、 S by S に記録しないでプロキシだけ記録しますっていうのもできるみたいです。まあ、あんまり使わないと思いますからね。なんか MPEG4 だけ取りたいということが、まあ、用途としてあることがあれば、まあ、そういう機能も使えるということですね。でプロキシとは別にですね、4KHD の同時収録という機能もあります。それは S by S のカードに両方記録されるということですね。だから、MPEG4 ではなくてもうちょっと、しっかりしたフォーマットの HD を残したいという場合には 4K と HD の同時記録というのができます。これわざわざ試しませんけども、そういう機能がついているということです。あとはこれ取説見出て最初の方で気がついたんですけど、ピクチャープロファイルという機能がこのカメラにはないんですよね。なのでいろいろ細かい設定をしたプロファイルをメモリーしておくところが、FS5 なんかには、今 PP1 から PP10 まであるんですけど、この Z280 にはそれがなくてですね、一種類だけになるのかもしれませんけども、まあ、自分で名前を決めたら何種類でもいいかもしれないんですけども、 SD カードにそれが、記録できると。でそのまあ記録したやつを他のカメラと共有して同じ設定にするのに SD カードに書き出して記録しとけば他のカメラと設定を同じにできるという機能があります。でもピクチャープロファイルはあった方がいいと思うんですけどね。ピクチャープロファイルの中でそんなに細かな設定を変える人はあまりいないと思うんですけども、まあ、ノーマルで撮りたい場合と、あとはやっぱり他のカメラと合わせときたいようなプロファイルを設定しときたいとかいろいろあるんですよね。こう A のお客さん用、 B のお客さん用、 C のお客さん用ぐらいまでは常になんかこう一回だけの撮影で終わる人ってあんまりいないですよね。だからその雰囲気とかが全く違うような映像を作られる方はそういうなんていうんですかね、プロファイルをパッと切り替えられた方が便利だとは思います。でも多分放送局ではそういうことはあんまりないので、放送局のカラーの、プロファイルを1個きちっと決めて他のカメラと共有することの方が多分大事なんでしょうね。まあ多分そのためにそういう機能が省かれているような気がします。はい、今日はちょっと取説の方から気になったところをピックアップしてみたんですけども、いかがでしたでしょうか。 FS5 と比べると、どうなんでしょうね。最後にこれと同じシチュエーションで、カメラをここに FS5 を変えて、まあ、どれぐらいこの絵作りの違いがあるかというのを確認して今日は終わりたいと思います。今これフォーカスはマニュアルで、アイリスももちろんマニュアルレンズなのでマニュアルで F
F じゃない、これ T ですね、 T2.9 になってるので、さっきの F の 2.8 とほぼ一緒だと思うんですけども、絵作りに違いがあると思うんですけど、どうでしょうか。今ちょっとカメラがこれ下に向いたから少しね机が広くなってますけど、はい、まあ、ということで、まあ、FS5 とこの Z280 は全く違うカメラですね。Z280 を一言で言うと、誰でも綺麗に撮れる業務用のカメラという感じですね。あの全くの素人の方でもこのフルオートボタンを押して構えて画角さえ決まっていればある程度綺麗な絵が撮れてしまうというですね、そういう、まあ、魔法のカメラ、言い過ぎでしょうか。それに対して FS5 とかこういう制作用のカメラは全てきちっと合わせていかないとなかなかちゃんとした絵が撮れないというですね、この3日間使ってきた感想で言えば非常にこう、あまりこういろんなところに気を使わなくても撮れるというぐらいオートの機能がしっかりとしているカメラという印象です。はい、もちろんレンズも17倍ということで、ほとんどショルダーのカメラと同等のズームが使えますので、はい、最後までご視聴ありがとうございました。まだもう1回か2回ぐらいこの Z280 続けてちょっとやりたいと思いますので、よろしければあのチャンネル登録をして続きをご覧ください。それではまた。Thank you.